はい、こんにちは。ブラックスクワット。AK47 使おうかな。チームデスマッチだよね。VBSS のチームデスマッチ。まあ、最近 AK ちょっと使い始めてね。多少は使えるようになっておきたいんでね。まあ、そこまで好きではないんだけど。ちょっとね、ヘッドショット一発っていうのも最近楽しくなってきたんでね。しばらくは、これで遊んでみようかと思いますよ。はい、早速。これはちょっとね、狙って出したヘッドショットではない。はい、どう打ち。上から。おーっと、味方のアシスト。ナイス。まだやり始めなのもあってね、人数が少ないんですよね。さあ、おっとバレている。同じ AK12 で私の頭を抜いてきましたね。おっと、どう打ち。いや、随分あっさりとした構成だな。なんか2対2ぐらいなのこれ。あ、出てくるね。はい、頭、もう一人いるよ。もう一人奥にいるの。しっかりと。あれ、いない。どこに行った?あれ、いないか。もういいか、明日。さあ、リスポーン地点にどんどん近づいていく。はい、もう一人。さあ、ハンドガンの状態で準備してないまま。サクッと。うおー、負けた。まあ、まだまだ使いこなせてないですね。おっと?はい、落ち着いて頭狙っていく。まだ無敵時間なんですよ。まあ、よく私もね、同じことやりますんでね。リスポーン時点突っ込んでって、青い無敵時間のやつにやられるみたいな。さあ、角待ちしてるやつを、一人やって、上の方?あ、ちょっとこっち、あーですよね。攻められてるんでね。ちょっと左、戻って、こっち側を。お、なんだなんだ、めっちゃ固まったんだけど。まあ、よくあるやつですね。さあ、攻めていく。さあ、後ろから。おっと、やばいやばい。暴れてる暴れてる。はい、安全地帯から、こっから狙っていく。お、見えた見えた。うわっと、スナイパー。どうしようかな。左行こうかな、もう一回。うお、爆弾飛んできた。一人、赤点確実にいるが。出てこないんだよね。あ、まあいいか。さあ、上から、エイムして。やばい。やばいやばい。よし、一人やった。はい、頭。ここで、なぜか待つっていうね。はい、よし、やったぜ。これだよ、これ。こういうのはね、引っ掛けるのがまた楽しいですね。さあ、後ろから、おっと?おっと?さあ、がっつり。まあ、そうだよな。いや、いいね。相手のリスポン地点でね、なんかいろんなところに隠れるの楽しいんですよね。後ろから頭一発打って終わらせるみたいなね。さあ、上は味方が二人見てくれているので、下を見ていく。さあ、奥にいるのは分かっているぞ。さあ、待って待って待って、暴れすぎ。暴れすぎ暴れすぎ。あれ、覗かんきゃダメだな、あの距離は。どうもね。どうもあれな、負けてるし。なんだろう、サイト覗かないで打つ癖があるんだよ。まあ、上、攻めるか。左が手薄。左を見て。おお、なぜかヘッドショット出たぞ。おお、もう一人。さあ、もう一人ぐらい行きたいが、暴れている。さあ、ライフ7で、どこまでやれるか。
これは無理に出ない方がいい。いた、頭打って。もう一人。よーし、もう一人いけるか。同時。いいね。これぞ AK の威力。さあ、奥。はいはい、もうダメだ。もうダメだ。ダメって分かった。開いちゃったし。さて、4分経過して。65対50。さあ、ゆっくり進んでいく。グレーを投げ、うわ、いって、ちょっとだけ食らった。待て、うわ、30だよ。どうしよう、どうしようかな。さあ、上から出てくるの期待してる、待ってるか、出てこない。これきついな。別の場所行こうにもな。よし、進もう。なんかちょっと怪しいけど、一人やった。お、マガジンチェンジの音が聞こえる。ここからバレてんだよね。もう無理だよこれ。さあ、AK持ちが入ってくるんで、ちょっと待ってね、無理だわ。あ、左いるね。左からの一人やって、右から出てきそうな気がする。おっと、スモーク。スモークはね、自分から入れ。おっと、暴れてる。さあ、ゆっくり中から入って、これやばい。ああ、すごい、今視界に敵が4人ぐらいいた。反射で1人やったけど、残りは無理でしたね。さあ、左向いて2台の確認して中に入っていく。さあ、頭抜いて残り3分。上から首を覗いていく。で、頭。いや、いいね。ヘッドショット強いっす。最強っていうだけありますね。まあ、それでもね、僕はやっぱ MDR とか使った方がスコア伸びるんですけど。やっぱあの銃にはあの銃のね、良さがあるんだよね。敵がね、いっぺんに出てきた時とかが強いね、MDR は。ニコイルを完全にコントロールしつつヘッドショットを出すみたいなね。やっぱね、フルオートのね、なんか15発目ぐらいでヘッドショット出すと気持ちいいんですよね。ニコイルをね、無理より制御してね、ヘッドショット出すっていうね、感じの挙動がとてもたまらないんでね。まあ、タップ知事もタップ知事でね、楽しいんだけどね。どっちかっすとフルリコイルじゃねえや。なんて言いたかったんだっけ。フルオートか、フルオート射撃をしたい。おっと、出てくるぞ。さあ、出てきたところで頭をぶち抜いてやりたいぞ。はい、おっと、今のダメか。で、奥にいる。まあ、こうなるよね。ちょっと無理しすぎたかな。ああいうのはね、誘った方が良かったんだけど。さあ、左、手薄な左。敵がいそう。意外といない。さあ、振り向いて。ここから。いたね。安全地帯から撃ってるやつがいる。もう一人。頭抜いて。奥。奥のやつ。ちょっと、一回戻して。移動して、出てきたところ。そこかな？はい、頭抜いて。ああいうのをね、なんかヘッドショットするのもかなり慣れてきましたね。上にいるね。さあ、上にいるけど、味方が倒したんで、結局は。することなくなったわけですが、左、こっち側を攻めていく。さあ、爆弾2個、2人いるってことかな。はい、1人頭抜いて。もうほんとね、あそこのね、隠れるとこにいるやつもう頭抜けばいいだけだからね、何も有利になってないっすよみたいな。ここね、まあ自分も隠れるんだけどね、簡単に頭抜けちゃうんでね。ここ出てこい。急に頭を出して撃ってやろうかと思ったけど、意外と出てこない。簡単にやられてしまう。もっと、もう時間がないぞ。もうちょっとスコアを稼いでいきたいが、左曲がった時に、え、なに、後ろ、マジか。そっちにいたか。まあ、味方が倒してくれたんで、よしとして、もう一回チャレンジ。は
はい、頭抜いて、もう一回いけるか。よーし、いったいった、リロード。さあこっち、あ、もう時間がない。あー、惜しかったな。あと2秒ぐらいあったらいけたかもしれない。136と118で勝ちましたね。 AK47 でチームデスマッチしてみましたけど、まあタップすればね、バコバコ倒せんでね、いいと思いますよ。まあスコアはまあまあかな。うん。